皆さんこんにちは。オフィス真由美の大西真由美です。こんにちは。梅雨に入りましたが、皆さんいかがお過ごしですか？今日はですね、大人気コーナーの脳の筋トレのコーナーとなっております。最後にはですね、斉藤ひとりさんの生声によるお話も聞けますので、ぜひ今日の動画最後まで見てくださいね。そしてオフィス真由美ではですね、皆様が健康で美しくなっていただくための楽しい情報を毎日動画で配信しておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。改めまして、オフィス真由美の大西真由美です。こんにちは。今日はですね、大人気コーナーの脳の筋トレのコーナーとなっております。このコーナーはですね、皆様から寄せられた質問に対してみんなで答えることにより、考える力をつけていこうというねコーナーとなっております。もしね、この考える力がつくとどうなるかというとですね、悩む時間が短くなって、問題解決が早くなる。そしてこの問題を何度も何度もやることによって自分軸もしっかりしてきますので、人の意見に左右されず、自分はこう思いますということをね主張できるようになりますので、ぜひぜひ何度も何度も繰り返しやってみてください。はい、ということで早速今日のお題に行きたいと思います。はい、今日のお題はですね、38歳の工場作業員です。昔からミスが多く、仕事に関してはボトルやピスの締め忘れなど同じことを何度もします。プライベートでもかなり勘違い間違いをします。町内会の話し合いの日にち、最近では自転車のレースのスタート時間を勘違いしてしまいました。ギリギリレースは走れましたが、その他書き出せばキリがありません。困ってはいませんが、少しでも改善したいと思いまして質問をさせていただきました。何かコツなどありましたら教えてください、というね、質問です。では皆さん一緒に考えてみましょう。考える時間を設けますので、ぜひ考えてください。ではシンキングタイム。皆さんどんな答えを出されましたか？では大西真由美の答えに行きたいと思います。はい、大西真由美の答えはですね、私も同じようにミスを犯したりとか間違えたりとか失敗とかたくさんします。その都度反省をして、次はこうしようっていうふうに考えるようにして、あまりにも忘れることが多いとメモったりとかノートに書いたりとかね、いろいろ工夫をしております。もしどうしても重要な時は手に書いたりとかね、手に覚えさせたりとかしてます。はい、でもこのねご質問者さんは特に困ってはいませんがということなので、特に困ってなかったら自分のそういう部分をね、魅力にするのもありかなと思います。はい、ぜひ魅力にして、そういう部分を魅力にして、パートナーでね、そういうことをダメだよ、もっとこういうことしたらいいよとか注意してくれたりとか、ミスを犯しそうだなと思った時にパッと言ってくれるようなね、素敵なパートナーを見つけてみるっていうのもありかなと思います。はい、これが大西真由美の答えでした。ではお待たせいたしました、斉藤ひとりさんの答えに行ってみたいと思います。今回の質問です。38歳の工場作業員です。昔からミスが多く、仕事に対してはボルトやビスの締め忘れなど同じことを何度もします。プライベートでもかなり勘違い間違いをします。
町内会の話し合いの日にちに、最近では自転車のレースのスタート時間を勘違いしていました。ギリギリレースは走れましたが、その他書き出せばキリがありません。困ってはいませんが、少しでも改善したいと思いまして質問させていただきました。何かコツがありましたら教えてください。今までそれで生きてこれたんだからね。そういう職場で勤めて何年も平気なんだから、治そうと思わない方がいいよ。治らないし苦しむだけだから。だね。もっと気楽に楽しく遊んだ方がいい。そうですね、本当気楽に楽しくです ね、困ってないってんだから治す必要ないよ。本当だね、困ってないんですよ、この方ね。はい、じゃあ治す必要ないですね。で、今まで通り。そう簡単に治んないから。しかも勤めていられるんですからね。 それでも愛される人になることだよ。はい、そうだね、愛される人だね。愛される人だと思うよ、この人。この人ね、そうだね、それでも愛されてるんだよね。うん、だから職場で続くんだ。うん、そうね。はい、以上です。以上です、というね、斉藤ひとりさんのお答えでした。愛される人になるっていうことですよね。はい、ぜひ私も皆さんから愛されて、ミスやね、間違いをしても許される人になりたいなと思います。はい、ということでね、愛される人素敵ですね。はい、ということで今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。では次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。